ポール・テルガトは、ケニアのバリンゴ出身の長距離走お及びマラソン選手。2003年ベルリンマラソンにて、様々な記録を持つテルガトは、ケニア長距離界の父と呼ばれることもある。2003年9月28日のベルリンマラソンで2時間4分55秒の世界最高記録。1998年には、ミラノのハーフマラソンで、 世界最高の59分17秒を記録している。エチオピア出身のハイレ・ゲブレセラシェの後陣を排すことが多く、1996年のアトランタと2000年のシドニーの2つのオリンピックで連続して1万メートルで銀メダルに終わっている。2002年のロンドンマラソンでは、当時世界最高記録保持者であったハーリド・ハヌー氏に、次いでテルガトガニーに入り、 デブレセラシェは3位であった。2004年アテネオリンピックを前に、テルガトは代表としての引退を表明したが、個人として競技に参加し続けると発表した。オリンピックではマラソンで10位に終わった。2008年4月21日、調整不足と若手チャンスを与えることを理由に、北京オリンピックには出場しないことを表明した。2013年9月、 国際オリンピック委員会委員に就任。2004年1月、テルガトは国際連合世界食糧計画の木が撲滅大使に選ばれた。小学校時代、テルガトの家庭は貧しいこともあり、朝食を満足に食べることなく、小学校まで毎日約5キロメートルの道のりを走って通っていた。8歳の時に学校が国連世界食糧計画の学校給食プログラムの 支援対象になり、空腹に苦しむことなく、教育を受けることが可能になったのである。2006年度の公共広告機構の CM に登場している。ありがとうございます。